随一、主なプリン誘導体。プリン、アデニン、グアニン、ヒポキサンチン、キサンチン、テオフィリン、テオブロミン、カフェイン、尿酸、イソグアニンプリン塩基は、プリン骨格を持った、拡散塩基である。つまり、プリン管を基本骨格とする、生体物質で拡散あるいはアルカロイドの塩基性、物質である。プリン体だとも総称される。核酸塩基であるアデニン、グアニンなど、 ヌクレオシド、ヌクレオチド以外にも、などやファドの成分として、あるいはプリンアルカロイドのカフェイン、テオブロミンなどが知られている。食品中では、旨味の成分であり、拡散中に多く含まれる。そのため、細胞数の多いもの、細胞分裂の盛んな組織に多く存在する。プリン体の多い食品としては、以下のものが挙げられる。なお、日本では、 プリン体が含有量が低いことを謳ったビール類が宣伝されており、このため種類にプリン体が多く含まれているというイメージを持たれることがある。しかし、アルコール飲料としては、比較的含有量の多いビールでも 3.3mg100ml から 16.6mg100ml 程度であり、他の食品に比べて高いものではない。特に焼酎などの蒸留酒ではグラム。 100ml 以下である。ただし、プリン体の多少に関わらずアルコール摂取は、尿酸値を上昇させるため、通風の場合は、アルコール飲料の摂取は少ない方が好ましい。また、歌詞のプリンは、プディングからの添加で、プリン塩基やプリン体のプリンとは別語源である。プリン代謝は、拡散塩基の同化作用という意味合いのほか、特に陸生の動物においては、 尿素を生成するオルニチン回路とともに体内の過剰な窒素の排泄作用においても重要である。したがってプリン代謝には拡散の新生経路及び拡散のサルベージ経路のほかに尿酸合成を介して尿素を生成する経路が知られている。プリン塩基の生合成には新生経路とサルベージ経路の2系統のプリン塩基合成経路が存在する。 新生経路は、ホスホリボシルにリン酸を、出発物質として、グルタミン、グリシン、アスパラギン酸から、リボースリン酸状に、プリン骨格を構築し、中間体のイノシン酸を生成する。その後は、アスパラギン酸由来の網の元が導入されて、アデニル酸が、グルタミン由来の網の元が導入されて、グアニル酸が生成する。一方、アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼや、 ヒポキサンチングアニンホスホリボシルトランスフェラーゼにより分解されたプリン塩基からヌクレオチドを再生するサルベージ経路からも生合成されるイノシン酸からヒポキサンチングアニンホスホリボシルトランスフェラーゼによって生成するヒポキサンチンはサルベージ経路で再生される一方ヒサンチンオキシダーゼにより尿酸が生成される尿素排泄型の動物においては 尿酸はいくつかの酵素により、アラントインを経由して尿素まで分解される。プリン塩基を持つ代表的なプリンヌクレオシド及びプリンヌクレオチドの一覧を次に示す。ありがとうございます。